さあやっていきましょう。桜大戦パート6になるのかな、第2話アイリスの手紙でございます。どうもアザラシです。今ロード画面でちょっといろいろ見ていた戦績の表示っていうのがね、まあ1位ない新機能として何かなって思ったら U って書いてある。え、それだけ？最終的にはこれ全部埋まるだろ絶対ね。埋まった上で評価、高評価なんか意味あんのかな、分かんないね。で隊員の状況はまあ多分1と引き続きあまり変わらない、普通の気分とか気力充実とかそういうのが分かりやすいですね。じゃあやっていきましょう。パート第2話、桜大戦第2話、ついにじゃないな、新キャラがまた登場ですね。また追加、このキャラの人気が高いな。人気高いね。先月の銀座での戦い以来ずっと何かを考えて込んでいる。どうしてもだろうか。あ、5月になってますな、まあ、桜大戦の方の実況はね、リアルタイムとシンクロさせてやるつもりはないので、いや、やるとちょっとあまりにも間延びしちゃうのかなと思って、さあのね、野球の方はね、まあその例えば5月になったら5月、野球というか野球つくの方はね、5月だったら5月に、6月だったら6月に上げていって、その時のなんかペナントの様子とかをちょっと喋りながらやりたいけど、まあ桜大戦の方はねその季節だからって。お、今日はアジサイの花が咲きましたね。最近花火大会に行ってきたんですけどみたいな、そんな話をね織り込んでいってもしょうがないのでね、バーってやっていきますよ。バーっとね、桜大戦内時間的にはこれは後ろが早めか勝負が咲いてるから5月とかってそういうことなんでしょうけども、さあどんな話が展開されていくのやら、聞いていこう。お、プールがありますね。あれはすみれくんが足をつったプールじゃないですか。支配にいらっしゃいますか。おお、来たか大神。ててお、山崎の説明をしてくれるのね。そうなんだよ、米田の印象あまりないのはやっぱり2って結構早いうちにドロップアウトしたというか、山崎慎之介、これ山崎慎太郎って前回言ったか、慎之介でした、はい、山崎慎之介ですわ。この帝都に現れた、再び現れた奴らは一体何者なのか、そして山崎がなぜ敵として我々の前に現れたのかずっと考えていた。めっちゃシャキッとした口調で喋ってる。聞いとくか、山崎慎之介について聞いとこう。いや知らん、名前くらいは。詳しいことは知ってません。対コーマ部隊の中の、さくらくんの父親、米田、これは山崎かな、コーマ先生、これはあやめ。最後の部隊になっちまった。これはあやめでしょ。これが山崎か。これが、さくらくんの父親。新宮寺和馬。そう。知ってるか？量子甲冑の基本設計を考えたのは山崎だ。戦いだけじゃねえ。やつは本当の意味での天才だった。だが、コーマ戦争の後、山崎は行方をくらました。やつにその後、何が起こったのか俺には分からない。しかしまさかあんな形で再会し、そして別れる羽目になるとも。あんだ、まあいいや、もういいっす。桜一の時には気づかなかったのかな。そしたら青いサタンがあやめをこうね奪い去っていったのも、なんかそういう知り合いだったみたいなところがあるよね。恋愛感情あったのかもしれない当時の二人に。何を言ってるんですか、
もっと熱い BGM が欲しい。なんだと？俺たち花見をついてるじゃないですか。ですが生きているからこそみんなと再会し喜ぶことができたんです。大神、生き残ることは恥じゃありません。ですから自分のことを親族の間なんて言わないでください。生き残ることは恥じゃないのだよ、うん、生きてこそ立つ手もあるというものよ。また新人役ですか。新人が今年はプロ野球は結構ルーキーが活躍してるね。どこの球団もね。オリックスだったら頓宮だとか、まあ阪神だったら近本、まあ分からん、木浪とかな、うん、まあロッテだったら藤原だしね。まあ我が日ハムはまだルーキー活躍してないけど。デデデデデ、新しいメンバーか。カープ小園はいつ出すんだろうな。早く出してほしいよね、うん、まったりしてる。そして音くれ、音。よーしやろ。下の選択肢が何かなって気になるでしょ。あれ待ってたらね、待ってたらこっちのが選べなくなったりすんだよ。なくなったり。だから、早く決めた方がいいっていう感覚があって、急いでるんだけど、見てる側からすると面白くないかもしれんな。黒猫のウィズみたいに、なんか、早く回答しろみたいな。ああいう風にバーが動くと、急がなくちゃっていう気持ちになってしまう。あと1時間ぐらい、ブラブラするか。誰かの手伝いを。わかった。俺はとりあえず桜くんを手伝うよ。織姫とか何もしなさそうだからな。アリスを手伝ってもしょうがなさそうだしな。ういっす。わかった。なんですか、アイリス。しょうがないですね。椿ちゃん、確かに。で、男がいねえな。ここまで来て、ここまで見て、男がいねえ。ねえ、そこの素敵なお兄さん。はい、あら、ちょっとよろしいかしら。あら、新キャラ。こんなビジュアルだったっけ。大帝国劇場というのはこちらでよろしいの。合ってますよ。どうもありがとう。これはほんのお礼よ。そんなものが礼になるか。わぁ、照れちゃった。こんなところよりももっといいところへ行きません。自分は仕事中であります。名前は忘れたな。なんたらサキ、黒瀬サキみたいな。黒川、黒だ。かっこいい。黒が上につくって思ってるのはあれだな。服の色とか髪の色から黒って言っちゃってるな。名前思い出せんな。なんたらさっき。お姉ちゃん誰？お兄ちゃんを困らせちゃダメだよ。ごめんなさいね、お嬢ちゃん。ほんの冗談よ。じゃあ、お兄さん、またお会いしましょうね。はい。鼻の下を伸ばした女の子が。なーに今の人！お兄ちゃんはアイリスの恋人なのに。もうちょっとナンパ度上げた方がいいかな。後半すぎるな、なんか。なんか後半すぎる。さあ、今日引き締め直して次は椿ちゃんに会いに行こう。でででーん、アイリス置いていく。椿ちゃん、
椿ちゃんの声が聞きたい。じゃなくてだな、まずはブロマイドの声でしょ。アイリスがいるからアイリスの顔、そうするとアイリスの好感度が上がる。そういう寸法よ。どんだけ他の連中に好かれとるんだ。おがみじゃなくてだな、椿ちゃんと話すんだよ。ちょっと手伝いに来てくれよ。あら、もう話することないよな、これ。行くしかない。あれ ?1 の時みたいに椿ちゃんの胸をエロ目線で見るっていうコマンドがなくなっとるのかな。あれ、そんな、まあそれをして何かどうということはないんだけど、そういうのがなくなってことにちょっと衝撃を。何をだい。実はですね、知ってるんだな、それは。とりゃそうだ。深く。まったりしてるな。あ、噂話を聞こう。何でしょう。ピアノ？おう。年上にはこうみたいなところがあるのかな。はいはい、他の噂話を聞かせてくれ。ふむふむ。へえ、風呂が作り、まだあるの。いや、別に噂話がいろいろ聞ける。ふむふむ。他には何かあるかい。まだあるの。キネマトロンのことですが、なんかストックされてんのかな。噂話がどんどん次から次へと。ジムの新人、ほう。野々村つぼみみたいな、その名前じゃない。違うな、なんか。まだあるの。噂話が尽きないな。なんかのどっかに誰かが出没しますみたいな、そういうような情報をくれるのかなとかと思ってじーっと聞いてるんだけど、じーっとコマンド待ってたけど延々尽きねえな。こいつら噂話好きかよ。だんだん疲れてきた。まあ元星組のメンバー、折り紙付きのエリートだね。おお、やっとネタ切れまで来た。こういうのつい全部聞きたくなっちゃう派だから、そういう派だから。12時になったら来てくださいねと。指示を伝えたら一旦楽屋に戻って、もう一回さくらくんの指示を仰ぐ。伝えたからね。なんか他に仕事あるかい。
どうしようかな。まだ行くところが。でもアイリスは後ろについてるし、さくらくんはここにいるし、あとは織姫を探すだけなんだよな。せっかく時間があるんだから11時まで多少ブラブラしておいた方がいいと思う所存であります。急ぎすぎたな。とりあえずサロンに行ってみて。あれなんでこだわるの。どうしたの桜。織姫さん、音楽室にいたよ。適当に言っとこう。めっさ適当に伝えた。まずいまずい。とりあえずもしも音楽室じゃなかったらっていうこともあるからな。てか音楽室どこ。とりあえず織姫の2階でいるかどうかを確認。はいはいはい、何でしょう。ぎっくり。え、なんかさくらくんの好感度が上がらないな。ずっと下げてるな。終始下げてる。コンコン。あ、いるじゃん部屋に。なんだルスか。なるほど。そのボケを来たからボケに対して、いや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 、バカだと。ちょっと今の俺を間違えたっていうのかい。もう一回チャレンジ。いや、ちょっと織姫に手伝ってくれってさくらくんが言ってたんだよ。それを伝えないと俺はさくらくんの株が下がりっぱなしになるんだ。あれ、どこに。あれ、これじゃどこに織姫がいるかわからんな。なんとなくだが音楽室に行ったのではないか。そんな気がするのだな。いた。大体終わったよ。ほう。ああ、お前練習する必要ない。素晴らしい。織姫くんらしいね。ほら。好感度上がった。こうしてみると一番顔が整っとるよね。顔が整ってキリッとしてる。織姫ルートとか面白いのかな。浮気を考えてる。困ったな。織姫がここにいるっていう確証が。しか大浴場にアイリスと一緒に来てみよう。あ、富士山の絵がある。戦闘絵師の絵がパクリだったみたいな。パクリじゃないな、模写トレースみたいな。戦闘絵師って誰ですかっていう。それがまず知らないキャラなの。美人戦闘絵師みたいな、ね、なんか出てくるな。なんだろう。いや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 。危ない危ない。覗きたくなる。なんか選んだ日にはもうあれですわっていうことに。確かにこの年になってさすがに風呂は泳ぎたいとは思わんな。大きい風呂であっても足は伸ばしたいけど。
鍛錬室だらっと実況しちゃって申し訳ないな。なんか進みが泥臭いな。あ、ヨリダ支配に声かけた？それ忘れちゃいけないぜ。それを忘れちゃいけないぜ。支配に室。コン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 。大体会うべき人には会ったかな。あ、どうした？おじちゃん？おじっちゃんか。ナイス。どうしてか聞いてみよう。おお、その通りだ。あー、ダメだ。コミュニケーション力の低さが露呈してるな。これだっていうので、ね、人の心を。人の心をこう掌握できてない。あー、もう大体見ちゃったな。これ以上ないな。舞台袖とか行ってみる。特に何もなし。誰もいないね。よし、じゃあ、よし、じゃあここら辺で楽屋に戻りましょう。楽屋に戻りましょうや。あれ？まだぶらつけと。じゃあ中庭に行くよ。あそこでずっとアイリス、さくらくんと待ってやった方が良かったのかな。それが正解だったかな。あと5分で。急げ急げ。アイリスしっかりしとりますわ。しっかりもんですね。何もしようらなかったな。きっとアイリスの思いをしようだけだな。さくらくんにすまなかったな。準備はほぼほぼさくらくんが準備をしていた。3人娘が。いやちょっと足りんかったな。今回のムーブはちょっと足りんかった。もうちょっといろいろできたような気がする。またひっつきもっつきが。よし、こうか。イエスマンだな。イエスマンとなってるな。今日はとことんアイリスに付き合うよ。さくらくんのあの点々点々の6個の間に複雑な感情が読み取れるね。嫉妬の虫さくら。24分になってるな。そろそろ来よう。そろそろだな。テレテレレレッテレ。しかしもやってて思うけど、この動画は面白いのだろうか。24分も。まあ俺が喋ってるっていうのはまあ置いといて、桜大戦のプレイ動画という。だったら喋らない方がいいんだ。まあ、あまり気にせずにやっていこう。すごいうおーってテンションでやるような感じもないもんな。新隊員が来たって。多分アイリスと一緒に2階にいるんだと思います。タイミング悪いな。ちょっと呼びに行ってきますね。タイミング悪いな。うわー、もう来たんだ。どんな人かな。
お、ちょっと待ってくれアイリス。下の階に。死ぬ死ぬ。イケメン。ということでイケメンでした。新隊員。アイリス。アイリスをくれてやろう。しょうがない。レニ・ミルヒストラーゼ、織姫と同じ元星組隊員だ。ちなみにミルヒストラーゼは天の川って意味だったような気がする。アイリスだよ。この子は親友のジャンポール。ドイツ人ってことでいいのかな。それにしても新隊員が男の子だったなんてびっくりしちゃった。そうなんですね。漁師甲冑に乗れる、漁師甲冑を扱えるのは女の人だけっていう設定だからね、大体、はい、で、大神焼きがなんか特殊な力を持ってて、男だけでもあの工房を操ることができるみたいな。命令があるまで自室で待機してる。いや、それから僕のことはレニでいい。あのレニ、実は楽屋の方で歓迎会の準備をしてあるのよ。ちょっと来てくれないかしら。電撃のみんなにあなたを紹介したいの。うん、来てくれ。行こうよレニー、みんな待ってるよ。どうすんだっけ。何黙ってんの。どうすんだっけ。行こうよ。来ると思うんだけど。アイリス、レニーはまだここに来て間もないんだから戸惑っているのよ。来ると思うんだけど。ついてくるよな、はい、まあ、別にそこで反抗したりするような、ちょっとドキドキしてしまうわ。織姫が狂犬すぎて。レニー、チャオ、どんな、どんな反応するかがちょっと。いやいや、よろしく。よろしく。ああいう自己紹介で覚えられないよな、普通な。ミルヒストラーセ君。あぶねえ、上選びかけた。あぶねえ。見たか、上ミヒルだったぞ。確かレニってドイツ語です。ドイツ語でミルヒは牛乳、ミルシュトラーセは道、ミルクの道。それで天の川のことなんですね。天の川って意味です。知ってた。それは知ってた。よく覚えてんな、俺も。下かみそうな名前に違いはねえから、呼ぶときはレニでいいやな。いいやな。はいはい。それともう一人、マイクに手が取った。ジムにも新人が配属されることになった。お、陸軍からの推薦だ。はあ。おう、減ってきな。減ってきな。あ、本日付で、そう、影山咲だ、そう、思い出した。今急に思い出した、なんか。皆さん、よろしくお願いします。急に思い出した。ああ、さっきのお姉ちゃんだ。あ、もう30分になっちゃう、30分になっちゃう。あら、あなた。あ、あなた。先ほどお会いしましたわね。セクシーお姉さん。親切にしていただいてありがとうございました。セクシーお姉さんが。神さんってずいぶん手が早いんですね。待ってくれ、俺なんかそんななんかしたっけ。何もしてないぞ。私知りません。嫉妬するさくらくんがすごく可愛いですね。そういうことよ。さあ、家庭挨拶はここまでだ。ここからはパーッと行こうぜ。何が家庭挨拶なんですか。
さっきまで落ち込んでたのでは。パーティーがなくなっちゃった。この警報は？出撃の合図だ。行こう。それで敵の規模、出現場所は？敵の武装は何？近くの穴組の集合場所は？僕のアイゼンクライトはどこ？地下に、地下にあります。それだけ分かれば十分。それじゃお先に。独断専行が過ぎるな。ちょっと待ってくれ、レンニー。あ、行ってしまった。レンニー、なんか別人みたいだったね。レンニー、相変わらずって感じ。大神さん、私たちも行きましょう。そしてレニのアイゼンクライトがまだ使いやすいかったんだよな、確かランスで使いやすいんだよ。し、とりあえず一旦ここまでにします。30分来ちゃったんだね、ちょっと長すぎる。これ一旦切ります。